はい、フレームです。ペーパーマリオ RPG 実況プレイやっていきたいと思います。前回は、ステージ4から5の間を、やったんで、もう、次はね、やっていきたいと思います。ステージ5、やっていきたいと思います。気のせいじゃないと思います。ちょっと行きましょうか。行きましょう。あ、彼も乗るんや。じゃ、なんで乗ってなかったんやろ。お、軍団員。バッテンブラック。ペケダーだよな。バッテンブラックイコールペケダーってことでいいのかな？あ、BGM が専用になってますね。マルコン号って言うんや。そのネーミングセンスどうにかならんかったんか。あ、これは、あ、マルコの日記かな。入れ替わってなんか紙芝居っぽいよね。やった、このままたどり着けるといいんだけど、って完全なクラブやけどな。ま、マリオの歌かな。ヒゲで赤と青って。かわいそう。まあ、こういうタイプ嫌われるんだろうな。なんだって？これ、なんか怒ってしまいましたね。幽霊。てか熱くないんか、触れられて、火に触れられて熱くないんか。え、やけどしてへんかな。うわー、きついな。あ、海賊、え、ゴールドロジャー。お金が青ざめてるやん。なんかもう、あの日のやつともう、彼同化してる。めっちゃ振動が。落ちた。あー、沈んでくー。マルコン号が沈んでくー。沈没？あ、月はしたのか。あ、まあ海水に浸かってるからな。あ、なるほど。あ、み、あ、遭難生活してるんですね。あー、まあ船沈没してるから戻れないか。あ、おーおーおお、あ、そうか、船長に任命されてたんだもんな。おお、なるほど、こういう物語があるんですね。
で、なんかあるかなで、多分この辺になんかいたはずなんですよ。はい、これ全マリオストーリーのにいたポプロンがいるんですよね。あ、はい、叩いちゃいます。はい、タンコブもらいました。さあ行きましょう。おお、あのアイテムはどっから出てきてるんやろ。塩は出ちゃうんかな、あのアイテム。お前なんか鬼ヶ島のネタであったよな。いや、何、あ、結構その辺にいるんや、あのお化け。は、はい、あ、はい、逃げたい。ミスター。なるほど。まあな。まあ、断れないんでしょ。行きますか。っていうのが手に入ります。結構こういうアイテム多いですよね。これは何だろう。なるほど、これブロック、カチカチコーラ。体力かな。 HP。
ああ、これ多分降りた。ここだ。で、チビヨッシーかな。これが。なんもない。これあれかな。あ、落ちた。よし、これは何だろう。お、カネード缶、ありがたい。そんなこと言えるの？おう。はあ、はあ。バレるさー。なんだ？はい。やめとけ。メタ発言が過ぎるぞ。ほんとだよ。待って、まあ追ってみるか。で、ここはね通れるんですよね。なるほど。今後役に立ちそうなの、このステージが役に立ちそうなんで、とりあえずつけよう。バレルさんが。これヤシの実ですね。トロピカルマンゴーだとダメなんですよね。絶対にヤシの実です。はい、行きましょう。はい、持ってきましたよ。爆発はしないでください。
ってるだけか。ちゃう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 。お、仲間になるのか。おお。さあ戻りましょうか。いや、お金取んのかい。はい、よく眠れました。はい、戻ってきましょう。ほんまか？やめろ。リーダーだろ。いなし、いなし。おう。あ、そうですか。ついてくるんですよね。マルコも乗るんですよね、これ。これをするとどうやらテレビが手に入ります。で、ここの後ろには宿泊券があります。はい、ここに行きました。まあ、ヒントになってて、赤ひげ3回ということで、こっちの赤い方のひげのやつにヒップドロップ、ヒップドロップで、こっち青ひげの方に4回叩く。あれ、なるほど、これしないとダメなのか。ドクロエンジェル、ドクロジュエル。あ、ありがとうございます。で、これをしてから3回踏んだ後、4回叩く、青ひげの方を4回叩くと反応するわけですね。お、で、ここは能力説明を兼ねて爆発をするんですね。はい、
ということで今回の実況プレイは以上とさせていただきます。次はね、中を攻略していこうかなと思いますんでよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録高評価もお願いいたします。それでは。